わらずデブリだらけです。案外新しそうな雪崩かもです。見えとるからあともうちょいだとか何だか分かるはずだけど強烈。高橋君、ちょい一時方向に向かって、うん、好きです。少し長、5メーターぐらい間隔を。
まっすぐ向いたところへんに向けて、うん、そうだね。穴が開いてる。ああ。高橋君、その上は行けそう。乗り越して行けそう。木が邪魔になってる。行けそう。ほんならそっちから行ってみるか。うん。木の間を。じゃなくて、その今12時方向。うん。どう？行けそう？オッケー。どんなとこだ、はい、行けそう上ね、上に、はい、
結構下はクラストしとるが、うん、何回か蹴り込むとスパッとこう決まる感じがする。巻く感じでね、うん、右に行ってみて、多分左は急斜面で偉いと思う。いや、こんなもんじゃなかったぞ。ちょっと待ってよ。なんか緩やかなところに出てくるイメージがあったんだけど。細めだ。細め、はい、ずーっと落ちてる。でかいな。これ絶対違う。こんなの絶対ないの。もしかしてこれベッサンとか。でしょ。いやー、登れかと思ったら登れかもしれないけど。情報不足だね。なんだこれは本当に。待っとこが見えると一発でわかるんだけどね。こんなあれはなかったあったっけな。こんな急車でも急なとこ。
そらく道がついとる方降りたらいいです、うん、で向こうへ渡ればいいんですか。下まで降りんの。バックステップでね、今北道を降りた方がいい。一人ずつ降りるか。で、わし下で確保するけん、今ね。この景色は見たことなかった。じゃあ、あの取り付きが全然違っとったんでしょうね、これが。もう、だいぶこっち側行ったんだ。そうですね。見えんかったけん。じゃあ、行きます。まあ、こういうのもね、ありだよね。君が降りた、もういいか。先ほどは、ベースさんと間違えて途中まで登ってしまいました。で、今ベースさん沢をトラバースして八合根に向かうところです。これかな。今マジでわからんね、これ。こんな、これも別山だと思うな。ああ、そこになんか壁がない、木があって、あげ、今、うん、あのマークここなんで、こっち側の尾根に来てるの。本当だね、本当だね。もう若干尾根の、ここ谷があります、うん、それ。あとはなんかもう標高がその辺7号と違うもんね。
雪庇、雪庇かな、やばいな。怖いわねえ、ぽいよね、雪庇っぽいよね。こりゃなんだこれ。ああ、あるね。ここすごい崖なんだわ。だけよう落ちるんだったわ俺。怒ったな。もうちょっとこっちがいいのかな。クラックより上がいい。どっちにクラック、こっちにできるか。これに引っ張られて。まあでも、うん、こんなでかくないわね。ちょっと行ってみっか。撤退ありかも。このガスと雪と。ここは尾根なんだわね。だけどこいつを目指していけばいいんだけど、いやそう、核心部はまだまだ。ここにある穴はね、こういう雑木のあの穴だけ問題ないんだけど、どういうルートで上がってんのかな。ふいふいふい、大風ふにゃ。うん、設置なかった、うん。どうしましょうかいね。え？で、ほっきで落ちてるね。ちょっともう少し上がってみる。
めるんだったら今ガスがやだね。ガスとこの雪がやだな。なんか心配だな。よいしょ。やばいぞなんか。なぜこっちはもうあれだね。うん、斜面だね。ロープが引っかかるでしょ。それだと輪っかにさなきゃんだったね、うん、今これで何合目ぐらいだ。ということは、8号のランチっていう題名にしよう。はい、
いいよ。やった方がいいだか、確保した方がいいかね、やっぱね。そうだ、ちょっとあのクラックを避けてこう直線的にこう降りいけ。怖いけど、あれーって言わなきゃな。このクラックが気持ち悪いです。ほらね、
さーっと。怖いね。ずり落ちるなよ。雪が止みません、ね、よし、スノーシャワーです。もうクラックか。違う？そうだよね。ああ。うわ。まだロープある？うん。
と何メーター？ OK。 じゃあこいつにビデしといて。上がっちゃったか。あ、ここ。ねえ。ねえ。